三宅健太&神尾慎一郎バリトンラジオ。三宅健太です。神尾慎一郎です。この番組はバリトン声優三宅健太と神尾慎一郎が全編バリトンボイスでお届けするラジオです。ラジオ、はい。ということでですね、最近体調崩したりしませんか？なんか周り結構崩されてる方が多かったりとか、うん、ちょっと前とか非常にあれでしたね、うん、あの咳がする人がだったりとか、ね、まあでも電車とか乗ってても多い気はしますけども、うん、なんかね本当さ気管に落ちてくるとね、いや辛いのよね、咳ね。僕も割とあの扁桃腺が大きい方なので、うん、あ、そう、そうなんですよ。すぐ腫れやすいというか、あららららららら、非常にケアを気にはするんですけども、うん、ケンタさん喉ケアとかどうしてるんですか？私、はい、私ね、これ言うと台無しかもしれないんだけれども、ほとんどしないんですよ。お強い喉に生まれて、でもめちゃめちゃ叫ぶ時もあるじゃないですか。叫びます、ね、いや、あれはね、でもね、コツがあるんです、やっぱり、うん、その叫ぶ、目いっぱい叫んでるんですけれども、なんか ね、 あのね、潰さない動線があるんですよ、当てどころが。やっぱりそのどうしても若い時ほど叫んで喉を潰しる感じはしますけど、そう実はそんなに痛くなかったりする、うんうん、いや、そうなんですよね。